なぜ外野の守備より二遊間の守備が求められるの？ショート守備、抜けてもたんだです。外野守備、抜けたら二塁打か三塁打です。お前らは二遊間の守備は重視するくせに外野守備を軽視するのはなんでなん？ショート守備、抜けなかったらアウトです。外野守備、抜けなくてもヒットです。内足の守備範囲より外足の守備範囲の方が失点に大きく相関してそうな気がするんだが。ショート、センター、セカンドだからショートのように守備機会が多いとこじゃなきゃお前の理論は正しいやろ。目立たないから吉田とか守備でアホみたいなマイナス生み出してるけどバレてないからセーフや。じゃあショート金本、レフト鳥谷の方がいいっていうのか？守備範囲だけじゃないからな。ゲッツー頻繁に取れない理由はきつい。センターの守備範囲の価値は重いわね。守備のうまさが得点に結びつく頻度。草野球だとファーストの方が大事。レフトとかプロ野球でも1試合で打球処理2回ぐらいしかない試合あるからな。